さて特集です。こちらにですねずらっと並んでいるこの個性的な作品なんですけれども、うん、こちらはですね障害がある人たちが生み出した絵画なんです。どれも色鮮やかですね。こうした作品を通して社会とつながり自立を目指しているアーティスト集団を追いました。福岡市を拠点に活動する10人のアーティスト集団アトリエブラボー。自治体からの依頼で壁画を制作したりグッズをデザインするなどアートを仕事にしているプロのグループです。なんか圧倒されますね。独創的な作品はどのように生み出されるのか制作の現場を覗いてみました。福岡市博多区の障害福祉サービスの事業所ジョイクラブ、ここがアトリエブラボーの拠点です。メンバーにはそれぞれダウン症や自閉症などの症状があります。山なまがや海なまがや工房を歩き回ったり時には居眠りもしますがキャンバスに向かう表情はアーティスト。おはようございます。毎朝メンバーに動物の図鑑を見せるのが日課のゆうきさん。アクリル絵の具を何度も重ねた動物の絵が得意です。仏像が大好きな康弘さん。仏像は好きだよ。どうして？こんなの牛久大仏かっこいい。笹栗町にあるお寺の天井画は康弘さんが孔雀明王や毘沙門天を描きました。軽度の知的障害がある高大さん。下本さん3ぐらいですね。170身長1か2、1ぐらい。下本さん全然60キロあるんですかね。気になったことは納得いくまで聞き続けます。そのこだわりは緻密な描写となって絵に現れています。中学出てからぐらいからなんかちょっと分かりましたね。自分は他の人と違うなっていう。私は私でそうなんか思う道もありますけど、なんかどの場でもやっぱりこういう人と触れ合っていかないといけないって。そんな高大さんが自信を持つきっかけとなったのがアトリエブラボーでした。16年前、障害者が自分らしさを表現できる機会を作ろうとジョイクラブの尾形理事長がアトリエブラボーを設立しました。彼が描いた作品が、今福岡の街の中に出ていってみんながそれをいいねって言ってること言っていただけることが共生かなというふうに。アートで社会とつながる。尾形さんはその後押しをするために知人の協力を得て作品展やイベントを積極的に開いてきました。そんなアトリエブラボーの作品を目にしたデパートの博多阪急から仕事の依頼がありました。今日と明日の2日間が、完成目標ですので頑張って、制作してください。はい、わかりました。依頼されたのは花をテーマにマネキンを彩ること。ところが岡田さん、ちょっと離れてみたらどう？ちょっと見てみて。もうでも結構私でかかってる、分かってるあと一息やけどさ、ちょっとだけ。メンバーの苦悩が続いていました。博多阪急への納品は2日後に迫っています。明太クラス。障害者のプロアーティスト集団アトリエブラボー。
博多阪急から花をテーマにマネキンを彩る作品作りを依頼されました。しかしメンバーは生みの苦しみに直面していました。すいません、涙で。心込めて頑張ってやりましょう。仕事です。涙を拭いて仕事に戻ります。報酬をもらうからには締め切りを守るのはもちろん、クオリティにもこだわります。お客さんとに一人前に扱ってもらって、自分がアーティストっていうか、そういう絵を描く人間として仕事をしているんだっていう意識でこうクッと上がるんじゃないですか。今までは守られる存在でも、人に何かできる存在になるっていうことですから。そして高大さんはジャングルに咲く花をイメージし、パイナップルを描きました。日々ご依頼をいただいている仕事ですから、なんか幸せな気持ちでいっぱいとしか言いようがない。絵がその上手とかそういう下手とかではなく、やっぱり触れ合いをますます深めていきたいと。自分たちの好きなのが あってよかったなと思ってましたし、アットプラでお金稼いだら家族で旅行に行きたいですね。この日は博多阪急への納品期日です。すごい綺麗ですね。自分もパワーをもらいますし、これを見ていただいたお客さんが、まあ、一つ何かこう得られるというか、博多阪急に来てよかったなっていうふうに感じていただいたら。作品はショーウィンドウとロビーに展示されました。すごい皆さんのこの想像力が豊かだなと思って、はい。個性的な作品を生み出し続けるアトリエブラボーのメンバーたち、プロとしてのプライドを胸にアートでの自立を目指します。